ジョゼフ・フランクリン・ニークロは、アメリカ合衆国をイオ州、マーティンズ・フェリー出身のプロ野球選手。5歳上の実刑フィル・ニークロは、元投手で、息子のランス・ニークロも元 MLB 選手。1966年1月の MLB ドラフトで、クリーブランド・インディアンスから7巡目に指名を受けるが、契約せず。同年6月の MLB ドラフトで、シカゴ・カブスから3巡目に指名を受け入団。 1967年4月16日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。1973年に兄と同じアトランタブレイブスに所属するようになるまではサンディエゴパドレス、デトロイトタイガースを渡り歩いていた。ルーキーの1967年に23歳で10勝を挙げ、1968年には14勝、1970年にも10勝を、 上げたが、その後は一時期伸び悩み、リリーフでの起用が中心となった。1975年にヒューストンアストロズに移籍。1976年には生涯唯一のホームランを記録した。32歳にして、ようやく開花して、1977年にはリリーフを含めて13勝8敗の高成績を上げ、1978年には、 ほぼ先発に専念して14勝。1979年はオールスターゲームに初選出される。21勝を記録してアニフィルと並んで最多勝利のタイトルを獲得。サイヤング賞の投票ではブルース・スーターに次ぐ2位に入った。1980年にも20勝を挙げ、球団初の2年連続20勝を記録した。1985年シーズン終盤。 40歳の時に再び兄と同じチームの所属となった。この年10月6日には、兄が史上最年長での通算300勝を達成し、真っ先にマウンドに駆け寄って、兄を祝福したが、それを最後に兄は、翌1986年開幕前に、突然、クリーブランド・インディアンスに放出。 1987年には兄弟での勝ち星のメジャー記録を作った数日後に、ジョーもまたミネソタツインズにトレードされた。同年8月3日にマウンドでポケットに爪ヤスリを入れていたのを発見され10試合の出場停止となった。ダグアウトで爪を磨いていたと主張したが、認められなかった。この年ツインズはワールドシリーズ制覇を果たし、ジョーもキャリアで唯一。 そして兄の果たせなかったワールドシリーズでの登板を果たした。デビューから21年目でのワールドシリーズ初登板は現在でもメジャー記録である。翌1988年5月4日にツインズを解雇されそのまま引退した。2006年10月27日、脳動脈瘤のためフロリダ州タンパで逝去。61歳没。ありがとうございます。